昔、塩釜の西町に三右衛門という百姓が住んでおってな、大日向に畑を作っておったんじゃ。その畑が夜になると荒らされるんで困り果ててな、こりゃ狐の仕業に違いねえと三右衛門はある日畑の小屋に陣取って、夜になるのをじっと待つことにした。狐の宿、今夜もきっと出てくっぺ。来たらば宿をとっちめてやっぞ。三右衛門は夜が更けても辛抱強くじっと待ち続けておった。やがて寝の刻を回った頃のことだ。きれいなもんだな。これが狐の嫁入りちゅうもんだな。狐、そうだ、見とれている場合でね、狐の野郎をとっちめねばなんねえだ。こら、狐の野郎、毎晩毎晩おらの畑さ荒らしおってだー。おいにゃ、なんか落としていったぞ。こんじゃ、狐のボッケだ。狐の野郎、淡くって落としていったな。三右衛門は、狐の落としていったボッケを拾うと、ボッケというのは狐のかぶる帽子だがな、それを拾ってその晩は引き上げることにした。おっか、今帰ったぞ。左衛門か、ずいぶん遅うまで頑張ったな。あ、りゃりゃ、お前、木でも狂ったんかい。そげな格好して。あ、おやまびっくりした。どういう不思議だべ。こりゃきっとこの狐のボッケのせいだ。そこで三右衛門おっかあに狐の嫁入りのことなど詳しく話して聞かせた。それから日が変わった晩のことだ。
三右衛門は畑から帰ると馬小屋にろうそくを立てて馬にすそいを使わせておった。三右衛門さ、なんだ。いたずら狐でねえか、脅かすでねえ。三右衛門さ、実はボッケを返してもらおうと思って。ダメだダメだ。あれはオラの畑を荒らした罰に取り上げたもんだ。返さねえ。あれはオラの嫁さんのボッケで、あれがないと婚礼ができないんで困っている。ダメなもんはどうしてもダメだ。三右衛門さ、オラどうしても嫁さんもらいて、もう畑を荒らすこともしねえ。頼むから勃起を返してみろ。この通り。三右衛門さ。すかたね。そんじゃ勃起の代わりに何か珍しいものを持ってこい。そしたら勃起と解雇してやっから。わかった。そんじゃ明日の晩必ず珍しいものを持ってまた出直してくることにするべ。次の日、三右衛門は畑仕事をしながらも、狐のやつがどんな珍しいものを持ってくるか楽しみでなんなかった。狐の野郎、嫁子もらいたばっかりでベースを書いておった。あんまりいじめるもんでねえぞ。三右衛門はいつもより早めに飯を済ませると、早速馬に湯を使わせながら狐を待っておった。三右衛門さ、来たぞ。来たか来たか。ボッケと取っ換える珍しいものを出してみせろ。何すんだ。暗くしてオラを化かす気ならそうはいかねえぞ。キツネは人を騙すような悪いことはしねえだ。何言うだ、いつも騙してるくせに。さあ、このボッケとどんなものを取っ換えるつもりだ。これだ。なんだこりゃ、ただのボッキレでねえか。人をバカにすんな。こんなもん珍しくもなんともねえ。三右衛門さ、その棒を振ってみろ。え？こう？ほう。これさあ、面白い。塩梅のいいもんだ。さあ、そんじゃボッケを返してけろ。よし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 、約束通り返してやる。さえもさ、それじゃほらこれで。ああ、夜道に気付けて帰れや。こりゃいいもんと取っかえた。これがありゃもう毎晩ろうそくを使わなくてもうまくを洗ってやれる。ん？狐の野郎、だますとな。そんでもって
狐のいたずらがやまったかというとそうではね。相変わらず三右衛門はいたずら狐をとっ捕まえようと畑の小屋に頑張っているというだ。